トゥンク・アブドゥル・ラーマントゥンク・アブドゥル・ラーマンは、マレーシア独立の父であり、1947年に、結成され1957年に独立した、マラヤ連邦の初代首相である。1963年に、マラヤ連邦、サバ州、サラワク州、シンガポールが統合して、マレーシアとなった際に、初代首相に就任した。なお、マラヤ連邦初代国王のトゥンク・アブドゥル・ラーマンとは、 名前は似ているが別人である。アブドゥルラーマンは第24代クダ王国スルタンであるアブドゥルハミド派、リムの20人の子の第14子である。クダ州の州都アロースターで生まれている。6歳の時に初等教育を受け始め、後に現在アロースターにあるアブドゥルハミド大学になっている英語学校に進学した。8歳の時に他の3人の兄弟と共に、 バンコクに留学している。1915年帰国し、ペナンで勉学を続けた。1918年、クダ州の奨学金を取得し、ケンブリッジ大学聖キャサリン校に留学していた。1925年学士を取得、クダ州奨学金取得者の中で初めて、イギリスに留学した。帰国後は、クダ州の公務員として働いていた。その後、再び、 イギリスへ留学し法学を修学しようとしたが、第二次世界大戦の勃発により1938年にやむなく帰国している。1947年から再度留学し、弁護士の資格を得た。1949年にイギリスから帰国すると、アロースターにある法律事務所で勤務していたが、その後、クアラルンプールへ移動を依頼している。この時代は、 マラヤ全域でナショナリズムが高揚しており、ダトーンガンのを指導していた。彼は、ノに参加し、1951年には、ノ内部の路線対立により、ダトーンを、ノから追放し、ノの当主に就任した。独立記念日のラーマン1954年、ロンドンに、マラヤ独立のための施設団を派遣するが果実は、実らなかった。 1955年総選挙において、んの、NO、は MCA と連携することで52議席中51議席をこの3党で独占する圧倒的な勝利を収める。1956年にはインド系住民を代表するマイクもこのアライアンスに参加した。1955年後半には再度マラヤ独立のための施設団をイギリスに派遣し、 1957年8月31日がマラヤ連邦独立の日と決定した。独立記念日にはクアラルンプールに形容されていたイギリス国旗が下ろされ、ラーマンは自由を叫ぶ群衆を率いた。手を挙げるラーマンの写真と彼の感傷的ではあるが、彼の群衆の歓声を呼ぶ決意を込めた音声の記録はマラヤ独立の象徴となった。ラーマンは 1963年にマレーシアと改編された後も首相としてマレーシア政治をリードした。1959年総選挙、1964年総選挙でも、のを中心としたアライアンスは勝利を収めている。マレーシア結成は、その人生の最大の成果である。1961年には、シンガポールで講演した際には、サバ、サラ枠、シンガポール、 ブルネーを含めたマレーシアを提唱している。1963年にはブルネーを除いた前述の地域によってマレーシアが誕生し、引き続きマレーシアの舵取りを任せられた。しかしながら民族間の対立はシンガポールのマレーシア参加で明らかになってくる。というのもシンガポールと半島部マレーシアでは民族構成が大きく異なる。全人口の約6割を マレー人が占めるマレーシアに対してシンガポールは人口の大多数を過人系が占めているからである。のと MCA は1964年総選挙でリーク・アンユー率いる人民行動等の動向に神経質になっていた。1964年総選挙では PAP が議席を1議席しか獲得できなかったもののその翌年にはシンガポールをマレーシアから追放した。 ラーマンは東南アジア諸国との外交に大きな役割を果たし、1967年にはタイ、フィリピン、インドネシア、シンガポール、マレーシアの五国によるアセアン結成を実現させた。1969年総選挙で、んのを中心とするアライアンスは大きく議席数を減らし、その直後勃発した5月13日事件を契機に、ラーマンはんの、NO、のウルトラと呼ばれる。 次世代の指導者層に大きく非難を浴びた。マハティールはラーマンに対して首相の辞任を突きつける書簡を送っていて、その後3年間の政治浪人を余儀なくされるが、ラーマンへの指示が大きく損なわれたのは明らかであった。1970年、アブドゥルラザクに首相の座を譲ることになった。ラーマンは1960年にイスラーム福祉組織を設立している。 この組織はムスリムが新しい生活に適応できるように援助する組織である。彼は亡くなる前年までこの組織の代表を務めた。また、1961年にはマレーシアがホスト国となって国際クルアーンリサイタルコンペティションを開催している。これは1951年にクダー州でラーマンが組織した大会を発展させたものである。また、 1969年には OIC 結成にも尽力している。その結果、ラーマンは初代の OIC 事務総長に就任している。彼は OIC 内部でイスラム銀行の設立にも尽力した。1977年、ペナンを地盤とする新聞、ザスターの社長に就任した。彼のコラムである、ルックバックとアズ・アイシー・イットは政府批判を展開していた。 1987年、マハティールの強権に反対する形で、ウンの内部が分裂の危機に瀕したとき、マハティールはザスターを発禁処分としている。ラーマンは、その後、ウンのから分裂してできた46年制新党を支援した。1990年総選挙の際にも、活動的に同党を支援したが、彼の健康は、すでに相当な程度にまで悪化していた。彼は、 首相引退後はペナンに居住していたが、1990年12月6日、87歳で亡くなった。彼は今、アロースターにあるロンガーロイヤルモーソリアムで永遠の眠りについている。ありがとうございます。